ありがとうございます。今日は平日ですよ皆さん。学校帰りの方もいらっしゃると思いますし、仕事帰りの方もいらっしゃると思うし、平日なのに今日来てくださって本当に嬉しく思います。平日だけど休みの気分でね、もうライブに来たみたいな気分でちょっとでも楽しんでもらえたら嬉しいです。見えてるよちゃんと。ありがとうございます。さあ今ここに用意してあるもの、こちらはこれから弾き語りさせてもらいます。去年の5月に発売した、初めて自分で作詞作曲をした曲がありますけど、この中に書いてあります。ありがとう声がある曲です。この曲ができたのはファンの皆さんへ何かプレゼントしたいなという思いで感謝の気持ちで作りました。この曲がいろんなところで新喜劇に、ね、使っていただいたりとか、あと結婚式で歌っていただいたり、あとダンスで使っていただいたりといろんなところで使っていただいて嬉しいです、ね、ということで思いを込めて今日も歌います。聴いてください。Thank you.
みの音を設定できて、素晴らしいキーボードに出会いました。キーボードをねお届けしていこうと思いますけれども、やっぱりこの曲は何度歌っても自分にとって特別な曲だなと感じます。よかったらこの曲もこれからぜひ皆さん聴いていただけると嬉しいです。ありがとうございます。このきらびやかな演奏で歌うっていうのは何とも不思議な感じですけど、ダメか。なんと今度は、1年半ぶりにファンイベントを行うことになります。ありがたいことに、お席が完売しまして、もうそれから行きたいという方もなかなかね、次の機会に絶対にしまして嬉しいんですけれども、ありがとう。29日とあと6月4日には大阪にて行います。10曲ちょっとね歌って、あ、言っちゃった、もう1回今ねちょっとある特別ゲストを呼んでたりとか、特別トークコーナーではいろいろと考えていました。もうね、みんなにちょっと楽しんでもらいたくて、まだライブができてないのでこのイベントで楽しんでもらえたと思ってます。でもやっぱり本当にライブやりたいですね。来てほしい。ライブできるのって遊びに来てくださいますか。嬉しいな、ね、でも徐々に徐々にこうやって曲が増えていってるので、もうライブの夢も近いんじゃないかなと思います。その時はぜひ皆さんもね遊びに来てね。ありがとう。さあということで、もうすぐ、握手会もこの後ありますので、この後よかったら一緒に握手しましょう。最後に1曲、この曲で一緒に盛り上がりましょう。今回のシングル「ハロー」を歌いたいと思います。そう、シェケシェケ、もう未熟ビデオ見てくれるかな、見てくれてるかな。じゃーん、じゃーん、持ってきました。お揃いの歌持ってる、結構。なぜだろう、なんで、すごいね、見つけたの。ミュージックビデオでこれを使って歌ってるんですけど、真似して作ってくださっている方は装着して準備 OK。 サビのとこでシェケシェケダウンってあるので、ここ一緒にみんなで片手で撮ってるので、片手でできるから、このもう後ろの人の顔をポンってぶつけないように気をつけながら一緒にやってください。それではプロレスに盛り上がりましょう。ハロー。
ということで、大学は終了になってしまいました。このイベントをお伝えしましたね。あとは、6月、5日には熊本地震が起きてしまいましたね。その復興イベント、ライブを行うことになりました。前浜アンティシアターにてございますので、今一般発売をしてます。ぜひぜひ。来てください。協力お願いします。こちらの、皆さんの、そうですね。なんて言ったの？お席の、金額が、今回の復興の支援金となりますので、ぜひ協力お願いします。私の、事務所所属している事務所の愛人の大学生の先輩方も一緒に、パフォーマンスしますので、ぜひ来てください。ラクーアガーデンにて6月11日にも行われます。よかったらこの際にも遊びに来てください。ありがとうございます。で12日には大阪にも行きます。まあちょっと時間が空いちゃうんだけど、また会えたら嬉しいです。ということでこの後は終盤です。上にいる方皆さん、よかったらここまで見てきて一緒に握手しましょう。ありがとうございます。今年ライブができるように頑張っていくので、その時にはぜひ遊びに来てください。今日は本当にありがとうございました。バイバイ。はい、大きな拍手でお送りください。